あれがとうごこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、LINEPE 500円オフから1000円オフまで対象店舗で使えるお得なメリークリスマスクーポンということで、今回は LINEPE でお得なキャンペーンが2つ発表されたので、それについてサクッとお伝えしていこうと思います。 それではまず一つ目はこちら、l i n e ペイメリークリスマスクーポンということなんですけども、このキャンペーンの詳細なんですが、クーポンの利用期間は2019年の12月の20日から12月の26日の23時59分までとなっています。そしてこのキャンペーンの参加条件なんですけども、12月の18日の23時59分までに l i n e ペイの会員登録をしておくことが条件となっています。この会員登録を行うことで対象店舗でも使える LINE のクーポンがもらえるということになります。 ありますねももちろんもうこれれまで使われてる方はそのままで、OK、ですこのもらえるクーポンに関してなんですけども、人によってはバラバラでして、初めて LINEPE で支払う方は1000円オフのクーポン。2回目以降。なので、まあ僕、みたい、僕たちみたいな感じなんですけども、これまで LINEPE で決済をされている方は500円オフのクーポンとなっています。ということで、まあ初めて LINEPE を使われる方や、これまで LINEPE を使われていた方、まあそれぞれお得なクーポンがもらえるという認識でいいと思います。 そしてこのクーポンなんですけども、なんと、LINEPE 残高が0円で使えちゃうんですよね。まあ、なので僕の場合は、これまで LINEPE を使っているので、500円オフのクーポンがもらえると思うんですが、もし購入する商品がこのクーポン以下の金額であれば、その商品が実質タダで購入できちゃいます。これ嬉しいですよね。で、気になる LINEPE が使えるクーポンの対象店舗なんですけども、こちらですね。じゃんということで、今コンビニだと、セイコーマート、ファミリーマート、あとミニストップ、ローソン、で、ドラッグストアだと、 ウルシア、グループ、ここからファイン、サンドラック、ツルハあと家電量販店だとエディオン100万ボルト、上新、ビッグカメラ、ヤマダ電機などなどということで、まあ、この感じ、見た感じは結構使う場所が限られているところではあるんですが、なんちゃかんちゃはちょっと考えたらうまく使えそうですよね。で、僕的にはファミリーマートで使えば、ファミペイと連携した D ポイントの20%還元のキャンペーンもやってるので、まあ、それと組み合わせて使っても良さそうですね。なのでまあ、お会計の前にファミペイ で、ポイントカードを提示して、それから決済は LINE pay でクーポンを使って決済という流れであれば、まあちょっとお得になりそうです。なので、まあクーポンをもらったら、それ以下の金額でお買い物をして、まあ、ほぼほぼタダでポイントがもらえる感じにもなりそうです。まあ、しかもファミリーマートのおにぎりを購入したら。 50ポイントがもらえるので、まあ、それもそれでありなのかなと思いますね。もちろんご自身で一番最適な方法を探るのが、これはまた面白いと思います。このキャンペーンの注意点なんですけども、クーポンの利用上限枚数というのは150万枚となっているので、まあ、これの上限が足したらもう使えなくなっている可能性もあるので、これはお気をつけください。で、あとは先ほどもお伝えしたように、LINEP y の会員登録は、2019年の12月の18日水曜日の23時59分まで行っていれば、今回のメリークリスマスクーポンをもらうことが できますそして、まあ、最後、下にも書いてある通り、GooglePay、クイック Pay プラス、LINEPay カードは対象外となってますので、これもお気をつけください。以上が LINEPay のクリスマスクーポンのキャンペーンについてでした。 ちなみに、あと一つ、l i n e p y のクリスマスクーポンキャンペーンとは別に、こちらのキャンペーンも開催されています。Twitter キャンペーン、抽選100名様に、LINEPEI 残高1万円分プレゼントというキャンペーンですね。このキャンペーンは、今出ている l i n e p a y の公式がつぶやいているこちらのツイートをフォローして、これをリツイートしたら応募が完了となります。この中から抽選で、100名様に LINEPEI 残高1万円分がもらえるので、もし、まあ、i t t e r を利用されている方は、まあ、目を通してみるのもいいのかなと思います。そんなこんなで今回は、l i n e p a y に関する キャンンペーつつについいててお伝えさせていただきました、まあ、先日から開催されている年末感謝クーポンサイトは別で、このクリスマスクーポンについては選んでダウンロードするというわけでもないので、まあ結構使いやすそうな印象ですね。まあ使う場所は限られていますが、組み合わせによってはやっぱその先ほどお伝えした ファミリーマートであったりとか、あと家電量販店とかだと、量販店のポイントをもらったりと、特典の二重取りとかもできるので、まあ、使い方によってはさらにお得になります。一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーン2つに関する公式のリンクを貼ってますので、ぜひ詳細が気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。